病んでる時は病んでるみたいな感じで、やばい時が何回かあったよね。大丈夫かい。猫ぷいらっしゃい。大子さん、大将さん、ありがとう。ローマ字のまこさん、いちごの妖精さん、ありがとう。なんかちゃうな。たーくんさん、ありがとう。今朝アサイじゃないですかって違いますよ。アサイ食べたいけどね。てかほんとアサイをさ、家で作れるようにしたらさ、毎日食べれるじゃんと思って、ちょっと本当に悩んでます、買おうかどうか。アサイを。ファントムさん、あさみさん、ありがとう。さっきまでじゃんたましてましたって。なんでしてないよ。めっちゃギリギリまでファイトクラブしてたよ。10半ぐらいまでしてました。かんちゃん、ひろしさん、ありがとう。ひろしさんとブラッチー、まみちゃん、ありがとう。あまとうさん、ありがとうございます。虹色さん、お疲れ、ありがとう。コロボ、ありがとう。タコなおさん、アジナンさん、あずまさん、ピルクル、みーさん、いらっしゃい。まみちゃん、星花火、キュイーンさん、やっくん、ありがとう。あさみさん、星花火、HK さん、タータンさん、いらっしゃい。にみみさん、ただいま。ただいまです。虹色さん、かわいい。ローマ字まこさん、パチパチ、ありがとう。おさぴーさん、お疲れ、ありがとうです。お疲れ。ダーシャハさん、ありがとう。雨大丈夫じゃない。なんか雨さ、降ると髪がね、もう帰ってきて乾かしてもなんだかこうじっとりしてるというか、一回ね、こう湿気を浴びるとダメだね。やばいよ。和則さん、時ピタさん、クラッシャーさん、いらっしゃい。カリタン、結婚して。大悟さん、そうなのです。ちょっともう髪型はもうね、ボサボサだったからまとめちゃいました。お酒、お酒だよ。大工さん、テフネンさんだ。阪神優勝さん、あ、イルカさん、クロクマさん、ローマジユッキーさん、スイカさん、ただいま。アサミさん、パチパチ。ヒデマスさんに、ハイドさん、大文字カズさん、ミッツーさん、テストさん、お疲れ山。なのはちゃん、ローマ字マサさん、ありがとう。お、コロボー、珍しく台風松山。あ、そうそうそう、ええずっと、え、今もいるのかな。すごいさ、接近してるみたいで。ね、今も大丈夫かな。さっきまで母とは連絡取ってたんですけど、心配だね。リラクマ、ありがとう。風邪ひかないでね、リラクマも。元気だよ。 HK さん、パチパチ、ありがとう。お、ちさとちゃん、今日は在宅、あ、今日在宅だったの。いやー、ちょっとやばかったよ。やばかった、ちさとちゃんとこ。北さん、フラワーさん、お、ありがとうございます。ニューラーさん、ありがとう。ヨッピーさん、かわいい。ローマジヨシさん、お疲れ、ありがとう。天気、うん、降ったり止んだりで。ヨシさん、ヨシさん大丈夫ですか。メリーさん、ももさん、ひらがなユッキーさん、いらっしゃい。ダーシャハさん、パチパチ。ブルモンさん、星花火。おさぴーさん、かわいい、ありがとう。なおなおさん、そう、朝やばかったよね、雨がね、夜中とやばかった。
雷鳴ってたのかな。雷も鳴ってた。ありがとう、みつあみです。ダーシャハさん、パチパチありがとう。うわいいな、大将さん振るとリゼロいい。え、リゼロ今日からだっけ。あし、え、今日から、すごいな。え、待って、いつ見に行けるんだろう。私行きたいな。今歌いたいアニソン。アニソン、え、世界が終わるまではうーにゃーにゃーにゃーことはない。はい、見たことないけどこのアニメ。タータンさん、星花火、ひなしいた。あ、あれ、ん、ラピュタね。ひなしいたです。 HK さん、花火ありがとう。今日のお仕事雨の中だったのって。あ、でもそんな撮影は外じゃなくて、中だ、室内だったけど、移動の前後がやばかった今日。全然撮っている時は大丈夫でした。ワンダーさんいらっしゃい。カタカナユッキーさんありがとう。ユッピーさんフローありがとう。おしょうさんありがとう。ヘンリーさん、お、ヘンリーさん。ねえ、なのはちゃん気をつけて。本当にみんな元気ですか。寒くない。ユッキーさん結婚してありがとう。むねたかさん、スイカさん、パチパチ。スナフキンさん、スズボさん、 N164 さん、コシさんありがとう。ねえ、ももさん、でもこのルームに来てくれてる人も愛媛の人結構いるもんね。大丈夫かな。アメグマさん元気ですか。ヒロくんありがとう。サトシさん、愛媛今のとこ、あ、大丈夫そう。本当なんかめっちゃ接近してるって聞いてるけど大丈夫か。トキピタさん、タコ花火ありがとう。ハイドさん、お疲れありがとう。トトロさんいらっしゃい。ロッピーさんに、おさるさんありがとう。今日は、木が生えてるってこと？おじい様の家に。そんな大きい木が生えてるの？そうなのか。ブルームーンさん、かわいい、ありがとう。お猿さん、バンクーバーさん、まーちゃんいらっしゃい。ショーン K さん、海ほたるさんいらっしゃい。おがっこさん、パチパチありがとう。大がっち、ぐっち、はやてさんありがとう。ペコワさん、花火、ヨロさんいらっしゃい。おしょうさん、金魚だ。ペコワさん、花火、ムラピーさん、星花火、ローマ字ユキさん、星花火ありがとう。シューミーさん、お疲れライス、うわお腹空いてきたわ。ペクポワさん、花火、海ほたるさん、お疲れありがとう。おがこさん、レインボースターありがとう。ちょっと目薬さしてもいい？急に目薬さし始めてすまない。ああ悲しいよ。目薬だけど。三毛猫さんいらっしゃい。新一さん、ミッチーさんありがとう。トヨフェスさん、ヒデハラさんありがとう。面白い女。いや違うよ、目がパサパサよ、もうパサ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 して、本当に目が。ローマ字ユキさん、金魚ありがとう。いや私久しぶりにさ、
コンタクトを1ヶ月で買ってて、もうここ何年かもう 4,5 年ぐらいはずっとワンデーをつけてたの。1日こうコンタクト変えるっていう、こう捨てては新しいのつけるっていうのやってたんだけど、こう久しぶりに1ヶ月のを買って、で、まあ、洗浄液入れてみたいな毎日してるんだけど、こう1ヶ月はやっぱりね、なんかこう体感的に乾きやすい気がするんだよな。どうしようかな、ワンデーに戻そうか迷ってるわ。みんなコンタクト民の皆さんは何使ってるんだろう。なんかワンデーと2週間と1ヶ月だいたいソフトコンタクトはだよね。おさっぴーさん、タコ花火ありがとう。ギギさん、カサブンカさんありがとう。ああ今ラピュタやってるのか。へえ、いいな、ラピュタ見たい。ゴンちゃん、金魚ありがとう。ミミさん、かわいい。シムさん、鍵屋ありがとう。鍵屋、石川先輩さん、クラッシャーさんありがとう。あ、ムラピーさん、花火ありがとうです。花火だ。ブルームーンさん、ムラピーさん、いっぱい花火ありがとう。テストさん、お、オクマペガサスありがとう。テストさん、ローマジェマサさん、花火。虹色さん、金魚ありがとう。おしるこさん、プンスカ、プンプンスカ、プンプンスカさんありがとう。おがこさん、スウェさん、金魚ありがとう。ブルームーンさん、花火ありがとう。スウェさん、フルーありがとう。昨日アップのブログ、あ、ありがとうございます。あの、そう、多分もしかしたら最後になるかもしれなくて、ブログ、その私のファンクラブでのブログが最後になるかもしれないやつを昨日アップされておりますので見てね、ありがとう。すごいさ、ブルームーンさんありがとう。花火、おさぎありがとう。なのはちゃん、シムさん、バンアン、ミッキーローズさんいらっしゃい。まー、あ、ちゃん、パチパチありがとう。おさっぴーさん、金魚ありがとう。わーお、猫ブー大長老ありがとう。1800回だって、すごい、ありがとうね、すごいな。みんながどんどん大長老になっていくよ。ローマ字ユッキーさんに、まー、あ、ちゃん、パチパチありがとう。解決たまごんさん、サイさん、カサブンカさんいらっしゃい。なるなりさんありがとう。ワンダーさん、あの日見渡した渚を今も思い出すんだ。はい、あの、あ、花火だ。トキピタさん、スイカさん、花火ありがとう。ムラピーさんいらっしゃい。お、スイカさん、たくさん花火ありがとうです。まー、あ、ちゃん、フルありがとうございます。月が出た出た、月が出た、あ、こーりゃこーりゃ。はい、サクサクさんお疲れ様。ヨシーパパさんいらっしゃい。 GTR さんありがとう。それ私じゃない、ケンタッキーさん。てか私やるなら絶対名前では登録しない。ジャンタマは武田ひなほっていう人いるんだって、ジャンタマで。いや待って、私の名前使わないで、その人。おこです。いや、フルネーム使ってもうてるやん。
いやでもちょっと面白いな。じゃあジャンタマで出会った武田ひな穂さんは私ではありませんのでよろしくお願いします。いやでももしかしたらあの同姓同名のね方がいるかもしれないので、そりゃそうだよね、武田ひな穂さんいるかもしれないからね。ズミさんいらっしゃい、ナノアンさんキラ100ありがとう、ブルームーンさんパチパチありがとう、ヴァンパイアお兄さんありがとう、ナノアさん100キラありがとう、ナノアちゃん、あれ SP の次の日もう出てた ?9 月23日の祝日に今度は、交流上級入りますのでよろしくお願いします。9月23日ね。ズミさん、ヴァンパイアお兄さんありがとう、トキピタさん花火、お、マミちゃんフルーありがとう、365日の待ってね、365日のはどんなだっけ、あ、人生今紙飛行機願い乗せて飛んでゆくよ、はい、え、何ヤマピー、店内で武田プロに勝利の人がいて投票券もらいました、先当たった方か、じゃあ嬉しいやら悔しいやら、だって、あ、そっか、あの店内にでプロと戦って勝ったらもらえるんだよね投票券そうじゃん、ありがとう、今日もスイカさんフルーありがとう、三つ編みよき台風だからって、うん、だからこうさっき帰ってきてあの髪型変えました、急遽、さっきまではねなんかあの髪巻き巻きしてもらってて、そんなんもこう帰ってくる頃にはねほぼストレートになってて、でまぁ、ちょっと乾かしてくくった、今日前髪終わりましたよ無事、さっきやり直したやばいです、山あり谷あり地下ありどん底麻雀なんとかならんか今はどこにいるの虹色さん、山あり谷ありの猫プーありがとう、レインボースター10個もありがとう、1800回ボーイ、ゴンちゃん、ワイドット K さん、モーコンさんありがとう、K 社員さん、シガさんいらっしゃい、スミーさん、花火ありがとう、ローマ字用さん、金魚ありがとう、奈良お昼ずっと晴れてた、そうなんだ、よかったね、晴れてた、そうか、イズキューンありがとう、パチパチ、おさぴーさんパチパチありがとう、ストリタくんいらっしゃい、ローマ字ユキさんパチパチ、岩太郎さん、ピョゴニンさん、カタカナカズさんありがとう、リュウ花火ありがとう、ストリタくんパチパチありがとう、クラッシャーさんもありがとう、パチパチ130、ブルースさん、ブーちゃんありがとう、オサピーさん、クラッシャーさんパチパチありがとう、カンマインさんありがとう、コシさん花火ありがとう、今日は臨山解放で2回上がって道徳の方も2人臨山解放上がって待て待て派手、派手だね、派手派手だ、すごいね、なかなか見ないよな、ヤフカラホーさんいらっしゃい、ユッキーさんフルありがとう、テルの歌、夕闇迫る雲の上いつも一話で
はストレートくんお大事に。いやそうよ、もう最近天気がさ悪い日が続いてるから、頭痛とかね、低気圧でなっちゃうよね。お大事に。なんかぼーっとしちゃうんだよね頭が。その私も、まあ、痛くなる時もあるんだけど、なんかすごいさ目が点になるというか、なんかこうぼーっとしたらさ視界がこうぼやけてるじゃん、ぼーっとしすぎたら。それそれに なる時結構あって、低気圧の時。なんか別にその体調悪くない時でも、もう目がこうこんなままこうめっちゃ遠く見つめてる時があって、で TKD さんとかによくこうこうやってされてる。なんかぼーっとする症候群あるよね。わいいな、カンマインさん餃子食べたの今日。ショーンケイさんパチパチありがとう。謎のプリストさんありがとう。お、伊藤けんけんおじじさんありがとうございます。ようちゃんいらっしゃい、お疲れ様。今日くらいからが小中学生の、おお宿題のピークか。確かにもうこれぐらいの時期本当に焦ってたわ。毎年夏も終わるし宿題終わらねえし。確かに。マサさんいらっしゃい、ホット紅茶と、え、すごく優雅ですね。いいな、フローズンヨーグルトアイス。さとしさんありがとう。花火りゅう星花火ありがとう。おしげさん、こばさん、ひろぽんさん、のあさんいらっしゃい。まゆっちさん100キロありがとう。ひらまつばんさんいらっしゃい。あ、おさるさん本当よかったね。今来てるもんね松山の方に。気をつけて。でもおしげさんパチパチありがとう。今日は絶好調で9211。え、すごいブラッチていうか、すごい最近ずっと絶好調じゃない。ありがとう。今日おしげさんパチパチ。ローマジェマサさん花火。お、ノーさんいらっしゃい。ノアさんパチパチありがとう。バルスまだ早い。え、でももう終わり頃じゃない。ラピュタもう11時半でしょ。盛大にネタバレしてるじゃん。まゆっちさんいらっしゃい。お、金魚もありがとう。大将さんいってらっしゃい。はい、ブラッチー鍵やー鍵やー、ありがとう。大友さん、アントワーヌさんいらっしゃい。いつの間にか通り過ぎてた。風は吹かず雨も大したことなかった。あ、本当？あ、もう通り過ぎてるかな。え、よかったじゃん。そうか、ブラッチ金魚ありがとう。ドナルドさんいらっしゃい。あ、ブラッチ星花火ありがとう。ローマジマサさんパチパチ。いよこちゃんと、あれ一緒さんじゃなくて家主さんありがとう。上さん、あ、ピルクルありがとう。花火パッと光って咲いた花火を見てたありがとう。のいちさんいらっしゃい。ひろちさんありがとう。こしさんパチパチありがとう。うお、おがこさんタコ花火ありがとう。むながねさんプレプレさんいらっしゃい。ドナルドさん100キラありがとう。マサさんお疲れ。カンマイさん100キラギフトありがとう。ドナルドさんラブレター。わさぴーさん花火だ
ありがとう。なんと懐かしい動画をみみみさん、愛媛の Vlog 動画見てくれてたの？ YouTube の。懐かしい。ハーブ侍さん、ありがとう。今日も配信見る前に寝落ちしてしまって、朝だった、気づいたら。あ、昨日何時にやった？同じか。今日は起きてたかい。野良犬さん、いらっしゃい。滝さん、ありがとう。甘党さん、アイスありがとう。ねえ、テストさん、リゼ、あのレムちゃんの歌めちゃくちゃいい曲で、歌声ですよね。わかる。でも映画見るまでには私も見返したいなって思ってるんですよ。リゼロ2期を2期見直したい。ワンダーさん面白い女、面白い女です、ありがとう。シファさん、コンダルさん、ありがとう。泣かないでって言われてる。ひなおちゃんが泣くと悲しくなる。ピクポワさん、かわいい、ありがとう。特訓動画って何？ロッピーさん、ほのちゃん元気かい？猫ちゃんの。ドナルドさん、フル、おお、ありがとう。1600回だって、ありがとうございます。すごいね、たくさん。おさぴーさん、ラブレタ。トラガンバさん、いらっしゃい。見るお肉さん、いらっしゃい、ありがとう。あ、どうぞ、ありがとう。キラキラ純粋さん、星花火、ありがとう。グッチも星花火、ありがとう。カノンさん、100キラダルマ、ありがとう。え？え？の乗れるそれ、ブラジ。私も見たことないよ、ドラ13って。ドラだけで13でしょ。え、すごい、カンドラ乗りまくってたのかな。グッチ、ありがとう。花火いっぱい。トラガンマさん、金魚。コンタクト外し忘れて、そのまま一夜明かしたことあるって。ない。私本当になんか異物感があるまま寝るのが無理で、それ一回もないね。この寝る時に外してないことはないです。なんかちょっと仮眠取る時とかもちゃんとなんか入れてやってる。なんかすごいさ、怖いことない？寝てる間さ、黒目ってこう上に行くじゃん多分。それもこうコンタクトも一緒に上に行っちゃうじゃん多分。なんか危なそうだよね。一回ね、でもあのコンタクトを外そうとしてなかなかね外れなくて、で一回あの目の裏見えないとこまに行っちゃったことがあるのよ。コンタクトつけてる人あるあるかもしれないんだけど、つけてたやつがね、こう裏側に、裏側っていうかなんかこのめちゃくちゃもうこうやってしても見えないくらい裏側行っちゃって、一人でめっちゃパニックになって焦って、痛くないの全然。でワンちゃんなんか床に落としたかと思って、もうめちゃくちゃこうライト照らしながらコンタクト探したんだけど、わ、ない、ないということは裏にいるわと思って、なんとかこう首振ってみたりとか、なんか目めっちゃゴロゴロさせたりとかしたんだけど出てこなくて、でちょっと諦めてなんか調べてた、目の裏行ったみたいな調べて、
調べてる途中になんか気づいたら自分の目の中に戻っててそう気づかなかったの、しかも結構ずっと気づかなくて、でなんか調べてわこれがいいんだとか言いながらなんか試してみたりとかしてたんだけど、あれ？と思ってこう目開いて鏡見たらいたの。めっちゃアホじゃない？なんかすごい気づいたら戻っててさなんなんと思いながら撮ったわ。でもあるんだよね、結構裏側に行くことが。で裏というかどこに行ってるんだろう。いや本当にその時はなかったの、目の中にはなくてすごい焦ったんだよえ戻ってきた時イリュージョン？同姓同名漢字、そうそうそう同姓同名漢字だったよね。いたらしいです、ジャンタマにまた面白い女いただいたんだけど、昔使ってた時はあワンデーだった、西色さんスマホ老眼になってなるほど、メガネに変えたのか。そうワンデーはねすごく楽だよね。メガネハードコンタクトレーシック老眼そうかバンクバさんでレーシック受けたのか、うわー気になってるやつそれ。山本さんいらっしゃい、ありがとう。あ老眼鏡、アントワヌさんメガネってこと。なおさんいらっしゃい、ローマ字のボーダーさんありがとう。あれなのはちゃんとき一日の使い捨てのなかったコンタクト。おお猿さんもメガネ派だって。そうねコンタクトはねちょ怖い時もあるよ確かに。おがこさんワンデーか、えわかるわかる、ワンデーめちゃくちゃいいんだよ。ヨッシーさんキラブンタさんありがとう。ワンデーってさたまに外れがあるよね、何回付け直しても痛いコンタクトがある、たまにあるよね。ラベル8さんいらっしゃい、おありがとうヒロくん、今日は白 T です、なんか書いてるかわいい。虹色さんラブレターありがとう。マサさん100キラありがとう。お曲聴いてくれてた時山の。新しいのももうちょっとだよ。よちゃん尊い結婚してありがとう。孫悟空さんいらっしゃい。レッツさんありがとう。2ウィークのコンタクト使ってるのか。期限近づくとあやっぱそうよね、近づいてくるとやっぱ乾きやすくなってくるのかな。ねえユージさんいらっしゃい。お孫悟空さん星花火リュウフルーありがとう。僕のコンタクトはワンイヤーってことはハードコンタクトってこと。リュウのやつはわちょっと固めよね多分。ローマ字ユッタさんありがとう。やっぱショーンケースはそうよね、1ヶ月のどうしてもだん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 とこうね溜まってくるよね、洗ってても。ワンデーがすごい楽だし良かったんよな確かに。ロハンさんお疲れ様、おがこさんバラありがとう、テストさんサイリウムありがとう、ブレイブさんパチパチありがとう、おがこさんサイリウムありがとう、ひなほちゃんを超える長老はいない
確かに大長老じゃん。私何回何千回訪問なのこれ。イナッチさんありがとう。ブレイプさんパチパチありがとう。おさっぴーさん馬、ま、ローマジユータさん金魚ありがとう。スイッチさん服部ちゃん、ノーさんありがとう。16分、わお。ローマジユタさん星花火ありがとう。明日はいつも通りの時間かで配信ですか。明日、明日はね、明日は12時超えることはないと思う。多分夜は大丈夫そう。え、何の話してた？みんなに驚かれてるんだけど。マジって。あ、同姓同名の話か。ローマジユキさん、花火ありがとう。あ、金魚もありがとう。隊長、星花火ありがとう。服部ちゃん、100キラありがとう。あ、ローマジユタさん、おくま。ペガサスありがとう。ペリーさん、ニッシーさんありがとう。ネルシャンありがとう。三つ編みです今日。隊長ありがとう。ファイトクラブ同卓狙ってみたけど、あ、そうなのか。今日もありがとうです。お、おめでとう。100万いいな。おがこさん、サイリオもありがとう。おさっぴーさん、音符。お、ハブ侍さん、ステッキー、星のステッキー、シャラララルン。ししまるさん、風早さん、今日もありがとう。あきもさん、花火ありがとう。お、アンダーさん、お疲れさん、え、ありがとうございます。遅くまで、今まで入ってましたで。ローマジヨシさん、ラブレタありがとう。スーピーズの楽曲作詞ね、挑戦してみたいけど、スーピーズの曲でね、できたらすごいよね。これからも自分の曲は自分としてね、出していけるかも。だからスーピーズとは別に武田ひな穂として作りたいね、曲。ローマジマサさん、パチパチありがとう。まーちゃんおやすみ。フジモンさん、あー、ありがとうでした。そしておめでとう。トップタイアリでした。コシさん、お風呂ありがとう。今日は雨やばかった。市内で川が氾濫して、やばいやん。自宅大丈夫だった？川氾濫してたんだって、市内で。めちゃくちゃ降ってたね、それ。ユッキーさん、三つ編みありがとう。ハラメタロン、金魚ありがとう。ファントムさん、シシマルさん、パチパチありがとう。ヤマピー、ありがとう。タコ花火。シルファさん、ありがとう。花火。今日は谷から転げ落ちそうになってた。あの、谷にいたってことは良かったんだね、ちょっと前まで。フジモンさん、ありがとう。花火いっぱい、お疲れ様です。もうすぐみんなが一斉にバルスってコメントする。そうでしょ。待って、それも見れずに、もうこれ絶対過ぎてるわ。バルス、アンチヒロさんいらっしゃい。フジモンさん、星花火ありがとう、たくさん。あ、ジョージ原さん、ありがとうございます。え、お話聞いてますよ。あの、展示会というかで私の絵を飾ってくださってたっていうのを、展示化してくださってて、え、すごい
優秀賞をいただきました。だっておめでとうございます。そしてありがとうございます。すごい原さん見たかったです。いい。テストさんサイリウムありがとう。あ、イルカさんパチパチありがとう。ポテチさん、アンチヒロさん100キロありがとう。ねえすごいね、原さんの絵優秀賞だったんだって。こう私のあの絵をね描いてくださってたの。ジョージ原さん、ポテチさんありがとう。お下げです。わ、来た。バルス、バルスタイム入った。ハブ侍さん花火ありがとう。クロコさんいらっしゃい。サルくんありがとう。ぼーっとしてる時友達から考え事って聞かれて心配された。あるよね、虹色さん。わ、嬉しい。ハラメタルナイスです。めっちゃエクストリーム勝って投票権ゲットしたって言ってくれてる。ありがとうありがとう、嬉しい。テストさんフローありがとう。スパークルに再びハマって何度も聞いてます。え、ありがとう、嬉しい。私もです。しかもめっちゃ聞いてる。えらいね、8月30には終わってた宿題。30からが本番じゃない。高星ハートさん、ムギーさんありがとう。ハロランさん、マーさんありがとう。ね、健康診断も受けなきゃだよね、ねるさん。そう、私個人事業主だから自分のタイミングでというか自分でね行かねば。うん、そうよ。目が目が言うてるわ、みんな。ワンガンさんありがとう。今日はへえ。ドントマインド20個オーブ失った。なかなか失っちゃったね。そうなのか。サルくん、ハロランさん、金魚ありがとう。ジャンさん、香里さんルームよりありがとう。ありがとうです。ジョージ原さん、虹色さん、星花火、ナノアちゃんパチパチ、テストさん花火だ、フジモンさんもありがとう、星花火、バンクバーさんフローありがとう。今日も天中くん今日もありがとう。おう、アッシュさんお疲れ様。 TikTok 見てたの。ミミミさんラブレターありがとう。天中くんパチパチありがとう。ナノアちゃんフロー、他のルームでナノハピョンって呼ばれた。面白い。ナノハピョン、初めてのルーム。あ、ユキさんありがとう、 TikTok 見てくれて嬉しい。ひーちゃんさん、ひでゆきさんありがとう。お下げだよ。天直フルありがとう。三つ編みです今日は。ありがとう。マーク2さん、やわさはさんいらっしゃい。ひろくんおやすみ。じいさん花火ありがとう。花火。やすのさんいらっしゃい、ありがとう。おしげさんありがとう花火。ローマ人マサさんパチパチだ。あけもさん、お、フルありがとう。三つ編みよきか。子供たちがラピュタ見入ってます。だってかわいい。私も見たいな、ラピュタ。そろそろラピュタ見たい。ラピュタ見るためにテレビ買わんといかん。じいさん、やわさはさん、金魚ありがとう。神尾、神尾かんでさんありがとう。今日もひでゆきさんパチパチありがとう。異物感ね、ちょっとねあるよね、ファントムさん。特にこう夜になってくるとさ、まあ、一日つけてると
なんか出てくるよね。神尾神田さん、秀幸さん、星花火バラありがとう、いっぱい。表4赤1裏8じゃあ上がった時びっくりじゃん、それすごいな。コンタクトつけてるけどあるあるじゃないかえ、私さ1回じゃないんだけど、それなったの何回かなったことある。アントワヌさん100キロありがとう。強風が吹くと果実に傷がつき商品価値が、あ、そうか、風でね。大丈夫だったか果物たち。えのさんさんいらっしゃい。そうよ、裏側に行っちゃったのよ、ようちゃん。そう、多分目が動いて戻ってきたんだよね。やばいてねるさん、いや本当にやばいんだよそれ。ワンで1ヶ月つけるでダメだよ。ワンでしたまま寝ちゃって目にひっついてて焦ったことある。目にひっついてて、あ、本当に取れなくなってたってこと。うわ痛、うわそれ絶対痛いよ。山 P、コンタクト迷子コンタクト迷子ワンガンさん、あらありがとう。太鼓の奥間たくさんありがとうです。今日もねるさん、ねるさんか、面白い女です、ありがとう。戻ってきててすごい。コンタクト長く使ってるけど、あ、まだ怒ってないじゃ私がいけないのかも。何か撮るときになんかね、ちょっと苦戦するとき結構あるんだよな。小説家さんいらっしゃい。ハードだと吸盤みたいにひっつくことがあるんだって。こわー、そうなんだ。え、ハードってさどうやって洗うの？結構なんか硬いよね。 GTR さん、目が視力いいの？じゃあめっちゃいいことじゃん。 なんで面白いものくれたんだろうあんあつさん、キンキンさんいらっしゃい。ハーブ侍さん、星花火、秀幸さん、いっぱい花火ありがとう。フーガネットさんありがとう。そうね、レーシックはね、そう1週間メガネ生活なんだよね確か。ハッピーさん、かわいい、ありがとう。友達がねやってた、あのレーシックともう一個なんかあるよね、名前のちょっと似たやつ。ちゃんと手術して目良くするやつ、なんだっけな。そうそう、レンズね裏返ってる時もあるよね。でもなんか裏返ってる時はさ、つけた瞬間気づくことない？わ、いたってなって裏返ってたって。わ、スエさん、そうなんですよ、明日所さん事件ですよ、放送です、とうとう明日だ、見てねみんな、あの明日放送 NHK の所さん事件ですよという番組に出演させていただきます。ロケも行かせていただいたり、スタジオにもいるので頑張りました。ぜひ見てね。ユッキーさん、フルありがとう。残酷な天使の転生、窓辺からやがて飛び立つ。はい、テヘンさん、おはよう。今日も遅くにありがとう。3日連続寝落ちしてましたで。ローマジマサさん、星花火ありがとう。今日も
おー、マサさんそんな前から、小学校3年生からメガネだって。そうなのか。野菜炒めさんいらっしゃい。みちさんありがとう。2475回、お、私2475回だった。訪問じゃなくて迎えてる方確かに歓迎回数、訪問じゃないよね私。やっくん、キラリンコありがとう。ハッピーさんお疲れ様、こちらこそ。コウタロウさん、底辺さん、金魚ありがとう。わ、ありがとう。コウタロウさん、星花見も。コスパがいいのはワンデー、ワンウィークとマンス、どれがいいの？多分だけどワンマンスかな。うん、ワンデー、その洗浄液の値段にもよるかもだけど、その洗浄液をちょっとコスパよくしてたら確実に1ヶ月の方が安いと思う。多分普通にワンデー買うより安いワンデーもあるんだけど、普通の普通ぐらいの値段だったら。小太郎さん金魚ありがとう。ひらがな斉藤さんいらっしゃい。お、アスニャンさんいらっしゃいです、ありがとう。料理してるときメガネだとすぐ曇る。おー、そうだよね、はやてさん。メガネね、雨の日とかもね、大変だし。あずにゃんさん、ありがとう。ブラックさん、フォローしてくれてありがとうです。ありがとうございます。ブラッチ、金魚。やすのさん、ありがとう、やすのさん。よこぽんさん、いらっしゃい。ワンガンさん、フル。小1からメガネ一筋だから、今まで何本のメガネ。すごい、小1から。そうなのか。あ、じゃあずっとちっちゃい時からちょっと視力悪めだったんだね。虹色さん、タコ花火ありがとう。タラちゃんのオーディション受けたら受かりそう務まりませんよ安生、ちょっと自分でもね、あ、今のちょっとタラちゃんみたいな喋り方だったなって思う時あるです、とか言ってたら。底辺さん、フル、ありがとう。底辺さん、お、ガンちゃんさん、ありがとう。今日も100キラもありがとうです。ムラチン、花火ありがとう。大工さん、お、フルありがとうございます。ファンクラブのバースデー、何？本当ですか？わ、ちょっと待って、私が言うわけにいかんのよな、それ。そうなのよ。ごめんよ、届いてない？大工さん、その中のインフォメーションみたいなとこに届いてないです、と送ってくれる？すみません。それか、あのメール受信 OK みたいな、あの拒否ってないかも一応見ておいてくれたら嬉しい。届くところ、どこに届くんだろう、まずバースデーメッセージって。オカムさん、100キラバルスです。100キラバルスです、ありがとう。崩壊してる。告知は明日放送の8月31日放送、18時25分だったかな、待ってね、の、所さん事件ですよという NHK の番組に出演させていただきます。ぜひ明日リアルタイムで見てね。ぜひぜひ私も見てなんかつぶやきたいな、その時にはい。で、あと9月3日に、
ずっと告知しておりました、スーピーズという音楽ユニットデビュー日となります。1曲目が9月3日に配信されますので、ぜひ聴いてね、みんなたくさん聴いて歌ってくれたら嬉しいです。詳細は X より。なのはさん、なおさんか、なおさんフル、ありがとう。とりまや局の24時間テレビのために、某局かの24時間テレビのために、すごい、こっちに来るってこと？台風だよ、めっちゃ。よこぽんさん、かわいい、ありがとう。テストさん、ありがとう、花火。むらちん、花火たこ、ありがとう。海道線五郎さん、ローマ字のカジさん、ありがとう。宮尾一さん、いらっしゃい。宿題は9月の登校日に友達のを書き写す。ダメだよ。食べたよ、ブラッチ。 いたんだよな、いるよそれ。家に忘れたぜもいるよね、忘れてきましたって言って乗り切る人たち。宮内さん、いらっしゃい。ようちゃん、フルー、ありがとう。全方向美少女、正面で見ても横から見ても、下から見てもいい女ってやつね。ひーちゃんさん、金魚ありがとう。やばい、58分だよもう。のり、星花火ありがとう、たくさん。いや、私昨日もさ、すごいナチュラルにヤマピヌシって言ってたよね。言ってから気づいたんだけど、もうヤマピはヤマピヌシなのか。マサさん、フル、ありがとう。いいな人間、いいな。はい、ハーブ侍さん、金魚。よーちゃん、星花火。よこぽんさん、フル、ありがとう。おさげ神ツインテールのひなぽんは本当？ありがとうございます。おさげはね、結構楽というかすぐできるしね、自分でもちょっと好きです、やりやすいんだね。ありがとう、ジョージハラさん。3日からなのでぜひ聞いてください。ヤマピヌシ、金魚ありがとう。ジブリ映画はね、確か配信では見れないはず。そういえば私ね、あれ言ったっけ、サマーウォーズを初めて見たんだよね、この間。面白かった、サマーウォーズ。ずっとの面白いから見て見てってさ、みんなにおすすめしてもらってた気がする。夏の映画、サマーウォーズ面白いよって言ってくれてたから、この間その大阪からね、友達が来てて、その時にね見たんよ。面白かった。でも友達がね、すごいね、こう、まあ、普段からすごい喜怒哀楽がかなりこう激しめの友達で、あのね、すごい重要な人物というか、まあ、見てない人は申し訳ないんだけど、重要なね、あのおばあさんというかが亡くなっちゃうシーンがあるんだけど、私全然知らないからさ、なんかね、あの横でおばあさんが全然まだ元気な時に泣き始めてね、でもめちゃくちゃずっと泣いてたの、その映画って。横で友達が、そうなの、おばあさんが全然元気な時に泣いてて、めちゃくちゃ盛大なネタバレだったよね。すごいね、あの友達が面白くてね、
そればっかり見てた途中から。すごい面白かった、その友達と一緒に見たのが。あ、そういうことねと思って。菜の葉さん、面白い女です、ありがとう。ピョコニーさん、タコ花火ありがとう。シンシンさん、いらっしゃい。シータとパズーももう良い年。え、ラピュタって何年目なの？放送始まって、放送してから。確かに。ミッキーローズさん、花火ありがとう。おかきさん、小判ありがとう。バラもありがとう。とろけるさん、キラ100ありがとう。何借りたん3倍はすご。そしてさくらみおさんと当たられたのか。え、ありがとう。50枚。何、乾いたコンタクト外すときベリベリベリってなるの？それは経験ないんだけど。ベリベリベリやばいよ。え、それ目薬させてもどうにもならないの？ローマ字よしさん、パチパチありがとう。あ、目薬もよしさん。でも目がいいのはめっちゃいいことだよ、ほんと。目薬もさせないって言ってる。目薬でもね、苦手な人はこことかに入れ、ちょっとツンってして横からこう入れるっていうのが一番入れやすいみたいな聞いたことある。あ、洗浄液つけて指の腹でこすって洗うんだ。あ、じゃあソフトコンタクトもそれあるから一緒だね。メガネひなおさん、ありますよ、みみみさんメガネ。今度ね。お、お猿さん、免許更新の時ギリギリメガネなしで合格もらった。あ、そうなんだ。え、メガネなしでやるのと何が違うの？最悪だね、ひでさんぽさん。外出中にハードコンタクト痛くて外した時に風で飛んでったって一番最悪じゃんそれ。外でね、片っぽ落とすのが一番最悪だよね。みみみさん、かわいい、ありがとう。スイカさんに、テストさん、サイリウムありがとう。イルカさん、レインボースターもありがとう。スイカさん、いっぱいありがとう。PL さん、いらっしゃい。そうだよ、ローマ字マスさん、見てね見てね。ヒロサマーさん、いらっしゃい。ローマ字よしさん、花火たこありがとう。やばい、結構過ぎてる。ちょっと頑張ります。ブラッチ金魚、まこまこまこ茶さんありがとう。カポさんありがとう。ゴエモンさん、いらっしゃい。SP してたら遅れちゃいました。お、 SP お疲れ様です。ありがとう、お酒です。 LINE に送ってくれた。あ、本当？ちょっと待ってね、あれだ、着とかないとだ。すみません。テストさん、サイリウムありがとう。ハーブ侍さん、星花火、スランポくんありがとう。まめまめさん、いらっしゃい。武田ひなふを録画機材に登録してるから。あ、予約入ってた、録画の。ほんと、スランポくん100キラありがとう。テストさん、レインボースターありがとう。ギギさん、金魚ありがとう。ようちゃん、
ありがとう。9月3日過ぎたら、今ひなほちゃんの X アカで公式お知らせしてるのは、公式スーピーズ公式アカに来た、うん、そのはず、そのはずです。スーピーズの方から今後私の告知も出てくかな。スタッフさんって今過去スタッフさんでね、マネージャーさんのしてくれてるやつもあるけど、椿さん、とことこさん、ありがとう。ハートのおよしさん、こんばんは。 JT さん、いらっしゃい。ローマ字マサさん、バラニ、フットサラーさん、星花火、ありがとうです。猫じゃらし特訓動画、絶対可愛いじゃん、ロッピーちゃん。シルファさん、星花火、ありがとう。よろしくお願いしますって、そうやつですよ。面白かった、めちゃくちゃ。好きで何回も見てる、ムラチン。ハートのヨシさん、花火タコ、ありがとう。初めて見たよ、私。ん、ヤコポンさん、またね、告知してから9月3日のいつか、その告知してから聞けるようになるかなと思うんですけど、テストさん面白いよね、サマーウォーズ。フーガネットさん、ありがとう。花火いっぱい。のりたまさん、いらっしゃい。かつおさん、ジェイさん、いらっしゃい。とても純粋、そうなの、純粋な子なの、本当に。とことこさん、ステッキー、ありがとう。かつおさん、パチパチ、ありがとう。逆に先の内容知ってて泣けてきちゃった時はある。いや、あるかもね。私もその先の内容知ってたらね、その前の話もそこに繋がっていくわけだから、感動する時はあるよね。でも面白いくらい泣いてたのよ、本当に。いや、あるある。でもカツオさん、金魚、ありがとう。スイーツのりあきさん、ありがとう。なんか違うんだね、またそのメガネつけてやるときと、外して合格したときとは違うんだね。なんか書くことが。ミミニさん、ラブレター、ありがとう。犬猫さん、いらっしゃい。スーピースで取りに行きますか、ワンピースを。探しに行こうか。わお、ありがとう、借りたん。いえ、すごすぎる。100枚超え、ありがとうございます。本日たくさん、ありがとう。見るお肉さん、ありがとう。はあ、追いついたんじゃない。一応音もあるよ、今日の音も。伊藤園、濃厚トマト4個分のリコピン、体に良さそう。これ飲んで寝よう。朝に飲みそうな感じだけど。わーい、トマトジュースめっちゃ好きなんですよ。はい、では夜遅くまでありがとう、みんな。ラスト8月末頑張っていこう。おやすみ。おやすみ。すごー。
ドのトマト味だった。美味しい。なんか一時さ、すごい毎日飲むぐらいトマトジュースが好きだったんだけど、そのトマト好きからしたらめちゃくちゃ好き。これ苦手な人は多分絶対ダメな気がする。うん、もうドロドロザラ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 感というか果汁感すごい。あ、ごめん、野菜汁 100% です。あ、でも30種類の野菜が入ってるらしい。うん、トマトの次に入ってるのがセロリだって。セロリ、キュウリ、赤ピーマンとか入ってる。うん、美味しい。本当に濃厚って感じです。ヨシさん、はちみつさん、いらっしゃい。わー、おやすみ、みんな乾杯。よし、ランキング読みしゅるか。きたろう、トマト好きなので、お、買って探してみて。アントワンヌさん、ファミマで買いました、これ。あ、ネルさんも好きですか、トマト。あー、とろけるさん、ミネストローネとかってこと。いやー、美味しいよね、トマトスープはいけるけどって。大志くん、ありがとう。おだちさん、ありがとう。よし、ではランキング読みしよう。13位、ローマ字のゆうたさん、ありがとう。ゆうたさん、南城だよ、ありがとう。12位、フジモンさん、ありがとう。今日はタイヤリでした。11位、ブラッチー、ありがとう。たくさん投票もありがとう。10位、猫プー、ありがとうです。1800回、ありがとう。9位、ハーブ侍さん、ありがとうございます。投票今日もありがとう。おやすみ。お、8位、ピルクル、今日も誕生ありがとうです。ありがとう、毎日。ラッキーセブン、ローマ字のマサさん、よー、7位ありがとう。コメントもありがとうね。今日はいい日になるぞい。6位、テストさん、ありがとう。テストさん、コメントいっぱいありがとうございます。今日もお疲れ様。5位、ネルさん、ありがとうございます。誕生もありがとうね、たくさん。そして4位、おがこさん、ありがとう。すごい、4、いつもありがとうございます。4位だ。そして3位、あぼん、なのはさん、なのはちゃん、ありがとう。3位、いっぱいいただいてたよ、ありがとうね。そして2位、あぼん、おさぴーさん、ありがとう。おさぴーさん、いいです、いつもありがとう、たくさん。おやすみ。そして今日の第1位、あぼん、ワンダーマークさん、ありがとう。ワンダーさん、1位だ。投票もたくさんありがとうです、ありがとう。はい、ということで、あ、すごい、4933盛り上げだ。今日はお下げ盛り上げシーター。はい、ということで、毎日夜10時半頃から配信しておりますので、ぜひルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということで、ちょっとめっちゃ過ぎたけど、え、めっちゃ過ぎてるじゃん。過ぎたけど、ちょっと眠りソング歌って終わります。静かにこう眠りの感じでちょっとリクエストもらってもいいですか。リクエストタイム、よーい、アボン、スタート。いや、気づいたらだよ、本当に。気づいたら
うん、これすごいの、うん、めっちゃね、マンゴーの、マンゴートロピカルみたいな匂いするの、このリップ美味しい。どうやって作ってるんだろう、こういうの。ありがとう、おたちさん、おさげです。ようちゃん、かわいい、ありがとう。今日も、しんしょうさん、花火ありがとう。下げてんの、上げてんの君を乗せて、愛歌いいね、とっても。ようちゃん、あー、君を乗せて、君を乗せて、すごいぞ。君を乗せてさ、眠れるっけ。結構あれだよね。金ちゃん、いらっしゃい。若者のすべて、あー、そうなんですよ。歌いたいんだよな。君を乗せて多いね。ちょっとじゃあ、そうだね、命の名前、青い夏、プライド、若者のすべて、ロマンティック、イカ焼き、世界の約束、片思い、パズー、踊り子、未来へ、 I love you、 スイートメモリーズ、金曜日のおはようか、バタコさん、いらっしゃい、ライオン、そっけない、ダブルの悲劇、いいね。え、いけそう。君を乗せて、え、小話バージョンでいく。小話じゃなくて、なんだっけ、小声バージョン。まあ今日せっかくね、せっかくやってたからね、ラピュタ、はい、よいしょ、よいしょ。じゃあ今日はこれで。ランプカバー
がとう。今日は、天空の城ラピュタバルスより君を乗せてでした。リクエストありがとう。はい、ありがとうございます。ハッピーさん、ローマ字のヨシさん、すごい、ワンダーさん、ミラボありがとう。はい、ちょっと待ってね。ハッピーさんありがとう。ミラボたくさんだった。ひでゆきさん、デコズキさん、にじいろさん、テストさんありがとう。それではおやすみ。ありがとう、遅くまで。5、4、3、2、1、おやすみ。また明日。バイバーイ。